は、お昼じゃなくてお昼じゃなくて夕方にはもう配信して、夜も配信します。公演終わりも夕方は5時から1時間配信しようかなって思ってます。こんばんは、こんばんは。で、夕方はその5時から1時間と、夜公演終わりは21時半から1時間、23時から1時間という感じにしようかなって思っています。ちょっとね、効率的にはいいとは言えないかもしれないんですけど、よろしくお願いします。さっきバイトの帰りで来れなかったからここで3周するね。星集めてくる、ありがとう。みんな遅くまで起きてくれてありがとう。明日の予定755に書こうかな。サンリオポイントは現段階でシナモンがゴールに近かったよ。おお、ほんと？あ、上田くん、シナモンタワーありがとう。ありがとね。先やあんにょん、あんにょん。43分まで押し取れない。あー、何歳から美しかったですか？名前の後ろは長いけどちゃんと入れられて。おー、ミルンチングカッテンヨドンセン。欲しい、空っぽなんで今から満タンにしてきます。ありがとう、いってらっしゃい。 SMS 認証と SNS 連携お願いします。ポイントに、せっかくの方がポイントにならなくなっちゃうので。りゅうくん、くろみタワーありがとう。ありがとね。サンリオのイベントは9日までだよね、確か。今日みーちゃん呼び捨て、かりんと呼び捨てしてもらいたかった、忘れてた。あー、次の機会に。覚えてよ。どうに
예쁘다아고마워요감사합니다明日のお見送り呼ぶから呼び返してほしいな。わかった。こんばんは、こんばんは。みさきちゃんにりゅうくんと呼ばれるの初めてかも。え、本当？いつもなんて呼んでたっけ？明日朝配信はやらない予定です。この時間になるといつもお腹空いちゃう。わかる？コンサートうちわの制作終わったから星集めるかな。ありがとう。カウントもお願いします。50個目の途中で何回か寝ちゃった。あー、ありがとうね。みんな遅くまで毎日ありがとう。明日もう3日か。10月早いな。最近っていうかさ、10月なったばっかしなのにもうさ、明日3日って早いよね。どういうこと？ということは、あさって自分誕生日であります。おお、あさって誕生日なんだ。こんばんは、こんばんは。遊びに来てありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。いや、10月の2日間が濃密で、半月経った気分です。半月早い。明日の予定ありがとう。いえ、あんまり効率よくないけども、よろしくお願いします。明日の予定ありがとう。5時を会議中に秒分ありがとう。なるべくたくさん来て、みんなが来やすい時間にたくさん配信したいので、夜とか夕方にいっぱいちょっと詰め込めたらいいなと思います。
朝来れる方は割と少ないかもしれないので、下はね3週今日。うん、そうだ。2週いけるのかな。ギリいけない？いける？20時45分に捨て干ししたら21時45分に3周できるから、22時45分から詰めて、あ、ギリ2週か、最終枠はギリ2週か、332だね。マナフィーさん、シナモンタワーありがとう。カムサムニダ。こんばんは。ただいま。ただいま。あ、りゅうくん、シナモンタワーありがとう。ありがとう。ありがとう。良いになった。おぬるどすごへっそうみさき。ああ、よろぶんすごへっそよ。チャルチネッソよ。お元気ですか。みなさんお疲れ様です。連続配信中3日って書いてある。もうさ、今日何日目か分かんなくなったもん。29からだったよね。チャミスル
マシっさよ。おお。チャミスル飲んでるのかな。チャミスルいいですよね。あ、韓国でもライスさん書いてくださってありがとうございます。今日マイボはブラックコーヒー。おー、ブラックコーヒー飲めるのすごいな。飲めないもん。みさき、チャミスルマシっそよ。チャミスル一緒に飲む、飲む、飲みましょう。韓国のお酒でチャミスルはいろんな味があるよね。コーヒー牛乳飲めない。なんかね、牛乳が苦手だから。コーヒー牛乳っていう存在も苦手で。俺もでも差し入れブラック多いから飲むしかない。そうなんや。なんかもう大人はブラック飲めるみたいなさ、決めつけられちゃうとこありそう。でもね、ヨーグルトとかは好き。牛乳苦手だけど。すごい今目から出てきたみたいになった、星が。カフェラテかカフェオレならなんとか飲める。あー、なんかね、あんまりね、好きじゃないかも。生クリームも、生クリームは大丈夫だよ。生クリームでも、前までは苦手だったけど最近は好きになった。やっぱ味覚変わるね、全然。ここに入ってから食べれるもの増えた。かき氷も、あ、食べれるものっていうか、なんか味覚が変わった。食べたことないものを食べたりしたから、あ、こんな美味しいものがあるんだって。お酒は弱いからほろ酔いしか飲めない。ほろ酔いもいろいろ種類あるもんね。美味しいよね。こんばんは、こんばんは。目から牛乳なんかと思った。星です、星。それならコーヒー全然飲まないんですね。うん、飲めない。でもあの、あれなら飲めると思う。スタバのコーヒー系のあのフラペチーノ、そういうね、フローズン系になってたらね、美味しいって思うと。甘くないと飲み物じゃない。甘くないとさ、美味しく飲めない人なのよね、まだ多分子供の味覚だから。でもそれはそれぞれだよね、きっとね。明日のスケジュールの画像作った後でツイッターで投稿する。ありがとう。あ、みつどさつどきさん、これはどういう意味なのかな。みつどさつどきさん、これ合ってる読み方。話終わった。バイトでこれな分買った分投げれてよかった。ありがとう。あ、あー、あ、これか。うようのはなんとかのやつ。天才天才弁護士みたいな。
あ、これか。うずうずうずのやつか。なるほど。Me to the to the さあ、あ、to じゃない、to だ。to to the key ってことね。なるほど。おりょう、おりょうぐまん。難しい。つじゃなくて、つ、そうだ、韓国にはつっていう発音は確かないだったね。なのにつって言ってしまってた。やばい、お腹が鳴る。何か食べよう。モカチップラペチーノおすすめ。あ、それかも。モカチップラペチーノ飲んでみます、今度。おいしそう。きよった。かむさおにだ。勉強になりますね。ほんと。ひなしえさん、シナモンタワーありがとうございます。ありがとう。パジャマは、パジャマはね、最近は結構 T シャツのことが多いです。あの、ちゃんとしたパジャマというより。T シャツがいっぱいあんのよ。だから、もったいないからもう使っちゃおうっていう。韓国式の英語発音ですね。to、あー、なるほど。to、meet the、じゃ、to the、ミツド、え、ド、ド、ド、トで合ってんのかな、トゥド、トゥド、英語のトゥザーです。あー、ミサキイップだ。あー、カムサムニダー、トゥド、流行ってるじゃないですか。それか、それのことか。私はモコモコも持ってるけど、最近は夏は暑いからTシャツを着てることが多いです。でも冬になったらモコモコのあったかいの着ます。だってめっちゃあったかいんですよ。ザじゃなくてダに近いザね。うんうんうん、なるほど。寒かったって聞こうとしたのに欲しいなった。何でもかんでも欲しいなっちゃうね。今日パジャマトラ T シャツ着てたものです。おしゃべり会ありがとうね。あー、こちらこそ来てくださってありがとうございました。ミツドサーツドキ。頭フル回転。あと5分、ありがとう。楽しいね、日々少しずつ教えてもらって勉強するの。みさき、おぬるとすごいっすよ。チャルジャよ。あー、チャルジャよ。みさき、お疲れ様。日本の先輩たちもお疲れ様でした。お疲れ様。すごいっすよ。お疲れ様でした。あ、上田くん、シナモンタワーありがとう。ありがとうね。TikTok 載せたから、もしよかったら見てね。あー、見るね。ありがとうね。サランヘヨしかわからない。美咲も最初は、あにわせよとサランヘヨとか、すら、危うかった。韓国語講座、ハングゴーカンチャグンヨ、カンチャグンヨ合ってるかな、
俺もキムチチゲしか知らなかった。あーペゴパ、あーペゴパパン먹었어요パン먹었어パン먹었어요ご飯食べましたかって聞きたい。지금지금アイスクリーム먹고싶다。今アイスクリームが食べたいです。감사합니다もね、あった、うん、発音がどんどん危うくなってる。あ、ランキング読まなきゃ。美咲音に使い方合ってる、バッチリ。없습니다。うん。ネイルドマンナ、ネイルドマンナ。明日も会いましょう。リーダー欲しいなる。ランキング読みますね。13位ミノルさん、12位周平さん、11位宮徳さん、10位メンダコのしっぽさん、9位神さん、8位札幌の神谷さん、7位フランさん、6位ヒデさん、5位ジョンボナハジャさん、4位ひなしえさん、3位上田くん、2位りゅうくん、1位マナフィーさん、ありがとう。今日も一日本当にありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。今日もありがとう。お疲れ様、皆さんお疲れ様でした。여러분수고했어요수고하셨습니다。いっぱい寝てください。ありがとう。おやすみるん、おやすみるんおやすみるん、ありがとう。おやすみるん。勝手に切れるやつかな。チャルジャー、チャルジャーよ。あにょひ、じゅんせよ。チャルジャーよ。バイバイ。ありがとう。グッナイ。スケジュール、おりょうじょうよ。バイバイ。